はい、こんにちは、ピツオでございます。100万 DS で続きやってまいりましょう。このメンバーでの2回戦目です。さあ、今回ね、強いメンバー揃っておりますんでね、ちょっと慎重にだなぁ。いいスマも一応あるんだけどね。出走は通らんと思うから。うわぁ、ウーピンか。あー、ウーパンピンね。はいはいはい。リースもピンフはい、3300ホール。ドライチ変えていきます。まあ、ここのレンチャンやろな、鍵握るとしたら。じわじわとね。
じゃないけどジャブを受けてる感じですね。うわー、2巡目で1か。勘弁してくれ、こんな事故やん。スチューマッチですね。上がれてないからね、じわじわ減らされてる。前回の逆のパターンですね。これはドラそば広いかの処分しようと思ってたらリーチされちゃった。アウトした。これ大きい。サブロッピンのロッピンがね切れなくて困ってる。そばち、はい、しかも裏かドラ絡んでるし、もうはい、予選2戦ロッチュッソ振っちゃった。はい、初ドラさんです。まあ自己責任やなこれは。泣かしてるからまあね勝負に出たんだろうけどね。なってましたね、気づけは。あ、そっち行く。これは、ああ3個や。これでトイトイ3がドラドラでね、マンガンテですね。ドラタヌキ、オッケー。
サンアンドラドラ待ってか。また偉い手になったこれは。はい、射点一応射点に戻しそうとしたらこれだわ。あー、サブロチューピンか。突き疲れた。カンチャッソリーチドライチやね。リードプレイ。まだワンチャンあるけどね。トイメーカーの漫画上がりだと。それか。されちゃった。マイナボーごめんなさい、原点やったけど、キノピコさんとキノじいさんのすごい戦いが見れましたね、今回は。はい、ということでね、ちょっと一個仕掛けどころで、ミスが投げてこんなになってしまいますけど、なんとかまあマイナボーで攻めましたね。また次回行こうかな。